こんにちは、百鬼丸もどきです。今回は三原駅にやってきました。新幹線で来たのは初めてだけど、早くて安くて意外といいっすね。三原駅から徒歩5分ぐらいのところでランチします。魚が美味しそうで、数年前から気になっていたお店です。魚年お食事処さん、早速行ってみましょう。飲める時に飲める場所があればお酒を飲むようにしています。昼時にお邪魔したこともあってか、お客さんはめちゃめちゃ多かったですね。刺身定食を注文しました。刺身に天ぷら、めちゃめちゃ豪華です。小鉢的な3品、あら汁、ご飯は3種類から選べて、タコ飯に刺身4種類ぐらい入って豪華ですね。それに茶碗蒸し、天ぷらと続きます。壮観ですね、このビジュアル。刺身は厚みというか分厚さが魅力ですね。ネタの質も高かったです。魚年から近くにあるお店でカフェします。テレビなどにも出てて、三原といえばこの店と思っていたところ、ベース。14時からのティータイムでスイーツをいただきました。4月のこの時期にぶどうって珍しいなと思ってチョイス。いい感じに取りたくて頼んだオペレーターの配置に悩んでます。ぶどうは酸味が強い分、他を甘く仕上げてますね。チェックインまで時間があったので、三原城あたりを散策。桜の花びらと鯉が絵になります。鯉でかいな。駅の構内から直接三原城跡に行けるみたいなんで、ちょっと行ってみます。アクセス良すぎじゃないですかね、これ。実際来たような感じでのんびりお楽しみください。桜の見頃はちょっと終わってますね。新幹線と同じ目線で景色を楽しめます。三原駅の目の前にあるホテルに今日は泊まります。部屋も普通に広かったし、テーブルがついてるんで作業する人とかにも使いやすいホテルでした。ホテルの映像を一度撮ってみたかったんですよね。夕食は三原駅の近くにあるラーメン屋にします。開店して数分後に来たんですけど、店入ったらめちゃめちゃお客さんいてびっくりしましたね。今日はクラシックラガーが2本目、三原はキリンが強いかなとか妄想してます。器がちょっと小さめの昔ながらの中華そばです。麺はちょっと固め、パキパキ系の味わいでした。餃子は並べ方が面白いですね。ニラの風味がめちゃめちゃしっかり効いたパンチ感のある餃子です。
新幹線で来るときに赤い鳥居がいっぱい見えたので、そこを探して歩いてます。やっさまんじゅうがあったので、そこを目印に曲がってみました。絶対ここで合ってると思う。赤い鳥居なんてなかったですね。ここ絶対間違ってますわ。あっちや。いや確かに書いてあるけど、ヒントちっちゃ。あったあった。ちょっとヘトヘトっすね。もうここからものんびりご覧ください。まさかの帰りもお届けします。汗もかいたし、ホテル帰ってシャワー浴びて寝ます。また明日。